ははい、先生、こんにちはゴンです。えっ、ー、とですね、えー、先日の松陰神社の、えー、いわゆる気を感じたいですねあとあの樹木瞑想なんかありまして最近ちょっとアウトドアが続いてますけども先生も是非ですねお時間ありましたら近くの神社とかですねあとその樹木まヤ、あ、がいいんですけど何しは松の木ね、えー、持ってですねエネルギーを感じてみてください。 これ本当に気づいいたららら素晴らしいですからねで今日はですね、えー、私の「ゴインベメソード」のマインドフルネスの部分についてお話ししたいと思います。えー、私のですね、えーまあ、マインドフルネスといえば瞑想がですね一つ、えー、の中心のですねワークになると思うんですが私の瞑想とマインドフルネスの瞑想の違いなんですが、えー、今回ですね、まあ、昨年ですかインドにですね2回目行ってまいりましたけど その一番の番ですね、えー、目的は瞑想はどうやってやるのかな瞑想の場所のエネルギーはどういう感じかななしはアイルベーダーも含めてですねそういうトリートメントした時のエネルギーはどういう感じかなっていうのを確かめに行っ,ってまいりました。でですねまあ極論まあ結局結論で言いますとね要するにあの瞑想をですね個人で瞑想するのと。 瞑想をすることによって場所のですねエネルギーは変わってですねそれをもってお互いにこう還元できる瞑想とということで二つにですね、えー、何だろうあの瞑想というのは分かれるんじゃないかなというのが感じましたで通常ですね瞑想って皆さん先生もですねあのやってらっしゃる方がいらっしゃったらですね思うんですがやっぱり自分の中をですね静かに心を整えて見る内観とかですね えー、ないしは、えー、もっと心を整えてかつリラックスをして普段のストレスからですね自分を解放するという要するに自分のことを中心にやってるとと思うんですねところがですねインドもですね、えー、私行ったところがファイブスターの何でしたっけリあ、えー、っとグランドハイアットとかですね えー、シューダットでゴアとかでそうそうたるホテルというブスターホテルとかですねあとアイルベーダーの島の一部をです、ね、買,い切った買い取ったですねゴルフコースみたいな大きなアイルベーダー専門の施設ラビエンって言ったかななんか行ってまいりましたが、えー、そこのですね施設は皆さん本当に素晴らしいんですねでもただそのやってるだけの感じがしたんですねやはり、えー、個人のプレーなんですね。 ところがです、ねえー、そのフェリー・ゴメスさんという有名な今インドでですね、えー、ヨガが代替医療のもちろん伝統医療としてですねアイルベーダーも含めてですね大変、えー、注目を浴びてまして、えー、機械産業にするということになったんですねでその中心がゴアです。でゴアのですね、えー、仏教ーアイルベーダーの大学を出てですねあれ失礼 ヨガのですね、大学を出てヨガの大学院かな出まして伝統ヨガの若きリーダーのフェリー・ゴメスさんにですねお呼ばれいたしまして彼のバックヤードに行ってまいりましたとても広いですね素晴らしいところなんですが招待された理由はですねここのエネルギーを味わってっててほしいうんですねで、そこのエネルギーとてもいいんですね柔らかくて温かくてそしたらそこで彼が瞑想について話したんですねそうしましたら私が瞑想したら えー、宇宙のエネルギーとこの地面の素晴らしいエネルギーが一緒になり自分を通して一緒になり活性化して花が咲き乱れ鳥がさえずり魚が元気になって動物が寄ってきて食物が食物ですね,ですね、えー、いろんな果物とかそういったものですねがいっぱいいっぱい取れるようになると。 ですから自分が瞑想することによって自分も心も整えるんだけどその思った発想でエネルギーでもって周りの環境を良くしてみんながや柔らかい意識になってそれが振動るとして伝わって周りにも非常に貢献できるというのは瞑想だって彼が言ったんですね。これまさに自分の瞑想を翻ってみた場合でですすねねそうなんです、ね、自分のことをやりながら自然にですねガオが自然になくなってって周りの空気が変わってくるんですね。 とても気持ちいい空気になって協調と調調和とが出てきますですから内観をしながらですねそれは自然に自分だけじゃなくて周り,周りのエネルギーまでですね変えていけるんじゃないかなとですから、えー、声が寄ってきたりですね鳩が寄ってきたりなしは飼い主にしか要するになじまない犬とか猫が寄ってきたりしてですねジェラシーを飼い主からもらってしまうような。 意識になると思うんですね。ね。空気なんでですす、ね。す動物物と植物とは非常にそれを早く感じますですから先生もですねえ長くなりましたが「えー、ゴンベえメソードのゴンベの瞑想」是非やってみてください生活にですね途切れることによって先生の周りの院もですね先生の院もお部屋もですね患者さんとの調合もできるようにさらに進むと思います是非ですね簡単で楽しい瞑想でございます ぜひやってみてください。どうも今日は長々とありがとうございました。ごめん。